どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての武将解説シリーズということで光月への紹介をしていきたいと思います。まず勢力なんですけど食の勢力でコストが4ということでかなり低めということになってます。なんでスタダなんかで使われることが非常に多い武将ということになってます。で兵種適性の方を見ていきたいんですけども、兵器以外がオール C ということになってますのでかなり使いにくいということになりますね。ただ兵器に関しては S ということになってますので、もし凸が進んでいなかったとしてもですね、一人は置いておいてですね、兵器部隊への運用というのをですね、お勧めしたい武将ではあります。で次属性を見ていきますと、平均値以上なのはやはり知力ですかね。初期値で88 でさらに伸びが 2.01 ということになってて、まあそこそこまで伸びるということにはなってるんですけども、ただ兵士適性がですねオール C ということになってて、仮に兵士宝物なんかを使ったとしても B までにしか上がらないということになってますので、その属性の高さっていうのを生かしたような運用というのはですね厳しいということもですね合わせて覚えておいていただけたらと思います。次固有戦法を見ていきましょう。光陣という戦法ですね、指揮戦法ということになってます。戦闘開始後3ターンの間、自軍全体を先行状態にする。さらに自軍主将の余ダメージを 30% 増やし、自軍副将の余ダメージを 15% 増やす。4ターン目以降、自軍全体の余ダメージを 15% 減らす。2ターン持続するということになってます。なんで最初の3ターンはですね、先行状態で、で、さらにですね、全員の火力が上がるということになってます。ただ4ターン目以降になると、逆に火力が下がってしまうということになってますので、光月を使う編成っていうのはですね、おのずと速攻型になるということですね。3ターン以内にそこそこもう決着をつけれるような状況になるような編成っていうのをですね、考えないと、この光月っていうのは使えないということになってます。で属性の低さっていうことも考えるとですね、なかなか使い方に縛りがあると言いますか、いろんな使い方ができる武将ではないということをですね覚えておいていただけたらと思います。次継承戦法なんですけども、奉仕陣ですね。こちらは陣法戦法ということになってて、光月へと学神から継承できる戦法ということになってます。非常に強力なので一つは早めに入手しておきたいということですね。で、一応騎兵と盾兵と槍兵専属ということで弓の編成では発動しません。で自軍主将の余ダメージを 30% 増やし、非ダメージを 20% 増やす。さらに自軍副将の余ダメージを 15% 減らし、非ダメージを 25% 減らすということになってますね。なんで主将の火力が大きく上がります。ただ脆くなってしまうんですね。で副将2人に関しては余ダメージが減るということで火力が出なくなってしまいます。ただ非ダメージも 25% も減らしてくれるということで硬くなるということですね。なんでメインアタッカーが主将で一本槍みたいな編成だと奉仕陣というのはですね活躍してくれるということですね。で副将たちがですねダメージを引き受けるっていう役割を果たすのであれば耐久力っていうのが保たれますので、この辺りでですね非常に強力になるという戦法になってますね。なんでこの戦法に関してもですね覚えさせられる部隊っていうのはですねかなり限りがあるんですけども、その壺にはまるような編成で使うということになるともう欠かせない戦法ということになるわけですね。でその証拠にですねこの戦法っていうのはシーズン10の段階で僕が勝手にビッグ3と名付けさせていただいている強テンプレ編成があるんですけど、その3つともにですね使われるっていうことなんですよね。体盾、天候聴覚盾、あとヤリクソン、これ全てに使われるんですけど、全部メインアタッカーが主将ということになってるんですよね。で副将に関してはサポートなんですけど、この副将の耐久力っていうのをですね上げることによってですねかなり継戦能力が保たれるっていうことですね。特に体盾なんかだと満潮がですねもう一人の副将に援護を付与しますので、その援護を付与された部署っていうのの耐久力っていうのがこの奉仕陣で上がるということになりますから、これはかなり強力になるなっていうのがですね理解いただけるんじゃないかと思います。次光月に覚えさせたいおすすめ継承戦法なんですけども、先ほどから申してる通りですね兵士適性が非常に低くて、適性 C と言いますとですね100の属性値だったらですね7掛けになってしまうっていうぐらいですね低くなるわけなんですよね。 70% になってしまうということですから、属性の影響を受けるような継承戦法は覚えさせるべきではないかなと思いますね。でですねテンプル編成でこの光月を組み込んだ時によく使われてるのが、その指揮戦法で属性の影響を受けないものであるだとか、まあ同じく兵所戦法ですね。で今説明しますと、そうですね三星人であるだとか小兵器で意気昇天とか大撃士ですね、
こういった戦法を覚えさせられてるケースっていうのが多いので、参考にしていただけたらと思います。次、光月曜を使ったおすすめ編成を紹介したいんですけども、まあこういった固有戦法を持ってるので速攻型の編成に限られるっていうところがあると思うんですけども、非常に強いテンプレ編成で使うことができます。でその一つがですね、呂布三世という編成ですね。これは呂布を主将として光月へとあと一人誰かを副将という編成になるわけなんですけど、あと一人っていうのの種類っていうのはかなり幅が広いです。で代表的なので言いますと、花公園、太子寺、閣下、この3人になると思います。そしたら花公園バージョンの継承戦法を見ていきたいんですけど、花公園もメインアタッカーで張れるぐらいですね、火力が出る武将ということになってます。なので呂布の固有戦法を放ってですね、相手にダメージを与えると同時にですね、花公園の固有戦法やあと百鬼公園でもダメージを与えていこうということですね。で光月園にですね、小兵器と三星陣ということでですね、これサポート戦法を覚えさせてます。で光月園の固有戦法でですね、呂布も花公園も火力が上がるということなので、序盤決着が望めるということですね。でもう一つのバージョンとしては太子寺ですね。こちらの場合はですね、呂布の一本槍編成ということになるわけなんですけども、一応太子寺の殺傷御部や拳法破砕っていうのがですね、相手の耐久力を下げるような効果があるということなんですね。理由といたしましては、やはり速攻型なので序盤に決着をつけないんですけども、序盤に耐久力が上がる戦法って多いんですよね。異武軍民であるだとか、魚的兵将とか残匹法、こういった戦法になるわけなんですけど、これをですね、拳法破砕で無力化することができた上でですね、呂布が固有戦法を打つみたいなことがあったらですね、早期決着が望めるということですね。で最後、閣下のバージョンなんですけど、これもですね、呂布の一本槍っていう方向性がですね、顕著になる組み方ということになってます。閣下というのはですね、固有戦法でですね、一応呂布を、動作状態にしてくれるので、制御に弱くなくなるということなんですね。でさらに呂布の耐久力を上げるっていうところもありますので、呂布の一騎打ちと言いますと相手と殴り合うので、呂布もそこそこ兵損が出てしまうということなんですね。でもし呂布より相手の方がですね、突が進んでる関根みたいな場合だと逆にやられちゃうみたいなことがあるんですけども、カッカーと組ましてる場合はですね、耐久力も上がりますから一騎打ちで力負けしなくなるということですね。しかも制御にかからないということですから、万全の呂布で戦えるということになります。で閣下にもですね、拳法破砕なんかを覚えさせられるケースっていうのが多いので、でそれで相手のその指揮戦法の耐久力アップっていうのをですね、解除して一騎打ちに臨むことができたらですね、呂布の強さがさらに際立ってくるということになります。でもう一つの使い方といたしましては、新艦装という槍の編成で使うパターンがあります。こちらは馬長を主将として韓銀兵と光月衛を副将とした槍の編成ということになってます。呂布三世と違うところといたしましては、まあ兵種もそうなんですけども、職の勢力で、ね、一致してますので属性アップバフっていうのが得られるということですね。でコンセプトといたしましては、馬長と韓銀兵でですね、火力と制御を付与しながら3ターン以内に決着をつけるという方向の編成になるということで、こちらに関しても非常に強いですね。でこの2つのテンプレ編成に関してどういった運用ができるのかっていうのはですね、過去の初心者向けてのテンプレ編成解説という動画でですね、紹介してますので、詳しくはそちらの方を見ていただけたらと思います。次、光月衛を使うことによって発動する絆効果なんですけども、一つだけありまして、それが来世の再演という絆効果ですね。これは光月衛、朝鮮、再演、紳士、この4人のうちの3人を使うことによって発動する絆効果で、でその発生効果というのがですね、自軍全体の統率措置力を18増やすという内容になってます。内容自体はですね、そこまで悪くないんですけども、でその指定武将というのがですね、まあ組み合わせることがない武将たちっていうことになってますよね。紳士に関してはもう内政武将っていうことになってますので、出撃させることがないですからね。なんでせっかく用意された絆効果ではあるんですけども、使うことはほぼないと思っとってもらっていいんじゃないかと思います。そしたら最後、三国志における光月衛ということでですね、小話を紹介したいかなと思うんですけども、一応画面をですね、秘蔵の光月衛に変えさせていただきました。で先ほどまで見ていただいてた画像とですね、ちょっと画風がガラリと変わってますよね。なんかエスニックな感じの美人な女性という容姿になってるわけなんですけども、どうもですね、その三国志の話の中ではですね、光月衛って不細工だったということで表現されてるんですよね。
ただですね、その昔のブサイクと今のブサイクっていうのはですね、完全に違ってて、まあそれは感性が違うんで当然ですよね。日本の中だけですらですね、その江戸時代で美人って言われてたのと今の美人ってだいぶ違うと思いますので、っていうことを考えるとですね、今の基準で言うと光月絵っていうのがですね、この画面のように美しい女性だったっていうこともですね、十分に考えられるということなんですね。でさらに赤毛で色黒だったということを言われてます。なんでこの頃の中国って言ったらですね、黄色人種ということでですね、そんなまあ赤毛にもならなければ色黒にもならないかなと思うんですよね。つまり光月絵っていうのはですね、異民族であった説っていうのもですね、一応あるみたいなんですよね。ただやっぱりその人物の奥さんっていう立場になってますから、まあその記載っていうのは非常に少ないんですよね。一応光月絵っていうのはですね、諸葛亮の奥さんだったわけなんですけども、光月絵っていう表記って確か精神にないということらしいんですよね。光夫人みたいな感じでですね、書かれてることが多いので、この月絵っていう名前もですね、創作だったのではないかということが言われてますね。で光月絵と言いますと発明家だったみたいな印象をですね、お持ちの方も多いんじゃないかなと思うんですけども、木牛とかですね、そういったのって一応諸葛亮が発明したみたいなことを言われてますが、もしかしたら光月絵が発明してたんじゃないかっていう説があるわけなんですね。でその理由といたしましてもですね、その異民族出身ではなかったのかっていうところがですね、関わってくるわけなんですけども、当時中国ではなかったものをですね、当たり前のように幼少の頃に扱っていたとしたら、またその目にしてたとしたらですね、その記憶をたどってですね、新たなものを作るっていうのもですね、できたんじゃないかっていうことなんですよね。だから光月絵がその発明家で、でそれを諸葛亮が応用したみたいなエピソードがあるということなんですけど、これもどこまでが真実なのかっていうのはちょっとわからない部分があるんですよね。繰り返しになりますけど、本当に記載が少ない人物ということになってますので、創作っていうのもですね、非常に多いということになってます。でこの話をですね、踏まえていただいた上でですね、この列伝の方も読んでみたいと思うんですけど、三国志演義においてはですね、要望は醜かったが天文地理兵法に通じる才女、南陽にいた諸葛亮に求められて妻となり、諸葛亮の学問を助けた、夫が死ぬと後を追うようにこの世を去ったということが書いてますね。なんで結構その頭は良かったっていうことらしいんですよね。これはですね、そのお父さんがこの光月絵を諸葛亮に勧めるときにですね、そのように勧めたみたいなんですけど、まあ頭が良くないと諸葛亮の奥さんっていうのは務まらん気はしますけどね。その会話が噛み合わんと言いますか、IQ が10違ったら会話が噛み合わないみたいな話あると思うんですけど、そうなっちゃうんでね、やっぱり一生共にするってなるとですね、やっぱり IQ 自体はですね、同じぐらいの人物の方がいいということになると思いますよね。で史実の方も見ていきましょう。諸葛亮が結婚相手を探していると聞いた高証言から、私に醜い娘がいる、赤毛で色黒だが最中は君とお似合いだと勧められた。土地の人々は孔明の嫁選びを真似るなともてはやした。要望が醜いと語って男を寄せつけなかったが、本当は天女のような美貌だったとする伝承もあるということなんでね、孔明の嫁選びを真似るなってひどいもてはやし方ですよね。これなんかことわざにもなってるらしいんですけども、まあその人のがどんな奥さんを選ぼうがええやないかっていう気はするんですけどもね、まあここら辺もですね、今の価値観とはだいぶ違う部分ではあるかなとは思うんですけども、まあその変な話っていうのもですね、特にないですし、そのやっぱり諸葛亮って激務でしたから、それを支えたまあ非常にいい奥さんだったんじゃないかっていうところですよね。やっぱりその悪女っていうのもおるわけで、三国志内でもですね、まあいろんな女性、気性が激しい女性もいればっていうところではあるんですけども、この光月絵っていうのはですね、そんなに前に出ることもなくですね、おしとやかにっていう感じのですね、まあこの多様性をですね、認めていかなければっていう世の中とはちょっと反対の意見にはなってしまうんじゃないかなとは思うんですけども、まあ理想の女性っていう感じはしますよね。っていうことでですね、まあその諸葛亮の嫁選びっていうのはですね、本当は間違ってなかったんじゃないかっていうような気はしますね。で一応漫画でですね、孔明の嫁っていう漫画かながあるみたいなんですけど、僕もその1話か2話かぐらいは読んだことはあるんですけど、がっつりとは読んでないんですよね。でまあ当然それも創作ではあるんですけども、なんとなくこう孔明の嫁がどんな人だったのかっていうのがですね、わかるような内容になってるんじゃないかなって予想してるんで、僕は非常に興味を持ってますね。機
会があれば読みたいなと思ってるので、まあ、今回の光月への話を聞いてみてですね、ちょっとその創作でもいいからどんな人なんかっていうのを読んでみたいなっていう方はですね、そういった漫画も選んでみてもいいんじゃないかと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。